グッドモーニングチューブ、morning, 今日はですね、ええー、初の実習、初の持ち込み企画ということで。 えー、奈良県立医科大学の循環器内科であり、循環器病研究センターに所属していらっしゃいます、金岡幸四郎先生からですね、あのー、今年のサーキュレーションに、えー、ご報告されました、激症型心筋炎の臨床的特徴と予後関連因子ということで、えー、ゲストとしてお招きしておりますので、えー、今日は楽しみにしております。じゃあ、金岡先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします国立循環器病センターの金岡です。 と本日このような機会を与えていただきありがとうございますと。早速始めさせていただきます。最初に少しだけ自己紹介させていただきます。と私、もともと奈良医大の卒業でして、奈良医大の医局に入っているんですけれども、とそこから、えー、昨年国立循環器病センターの情報利用促進部というところで、今あの研究メインにしております。 主な研究領域としましては、あとデータベース等ですね、DPC データであるとか、あとレセプトデータとかを用いた循環器病の実態評価とか、そういうことをしております。 で、えっと、我々がいる循環器病センターの情報利用促進部、まあ、どんなところですかというところなんですけれども、えっと、先ほど少しご紹介させていただいたような DPC データとかを、えっと、扱っているような部署でして、まあ、他にもいくつかですね、あの、不整脈とか脳卒中とかのレジストリー業務をしております。で、IMD も、ま、少しだけおりまして、で、まあ、去年も、えっと、同僚の先生方といくつかですね、論文を出したりということをしております。 先生、これは先生自らこのなんていうか立候補というか応募して国立循環器病センター行かれたんですかそれとも何かこうコネクションがあったんですか、うん、あもともとですね、あの j ローと DPC ていう DPC のデータベース、日順のやつがあるんですけれども、その研究をあの昔からよくさせていただいてたっていう機会があって、まあ、少し。 このようなのに関わって研究したいという希望があって、あのこちらの方に寄せていただきましたあなるほど、はい、分かりました。とそれでは、えっと、本日の本題に戻りまして、まあ、サマリーですけれども、えー、激症型心筋炎の90日死亡、死食は約3割でしてで、これまでで最大の登録研究に基づいて、エンの悪化と関連する臨床病理学的リスク因子を明らかにしましたという趣旨の論文になります。 えっと、すごくざっくりとした背景なんですけれども、えー、心筋炎は感染等を契機としまして、心筋に炎症をもたらす疾患です。えっと、先生方、あの、たまにまあ疾患遭遇されるかなと思うんですけれども、比較的、まあ、軽症なものからですね、あの、血行動態の破綻をきたすものまで、まあ、幅広い重症群があります。 またですね、一応日常のガイドラインとかを見ると、認証病形としまして、急性と激症型と慢性というのがありまして、組織分類も、これもよく知られたものかなと思いますけれども、リンパ急性、ちょっと画像見にくいんですけれども、あと、あの、高酸急性と、えー、ジャイアントセル系細胞性ということであの、このような分類がされているかと思います。 でこちらもあのいくつかです、ね、あの論文があるんですけれども、本日ちょっとテーマとさせていただく、え劇症型の心筋炎についてなんですけれども、まあ、日常のガイドラインを見ると、血行動体の破綻を急激にきたして、実質的な経過を取る、えー、とる急性の心筋炎であるというふうに定義をされています。でこちら、あの我々が報告する前のですね、まあ、ほぼ最大の、えっと、登録の研究になるんですけれども、で劇症型の炎。 炎青のところと、えー、非激症型の新規炎というのを、まあ、よく見た研究になってまして、こちらの方では、大体まああの3割ぐらいのです、ね、激症型神経炎の方が亡くなっているという、急性で亡くなっているというところで、激症型はやはり用語が悪いんだなということが、まあ、これまでの、えーまあ、言われていたことかなというふうに思います。で これまでの研究のリサーチキャップなんですけれども、激症型新規炎はまあ施設にもよるかと思いますけれども、まあ、年間まあ数例で会うかどうかというところかなと思います。なので、集、まあ、まった症例を集めるのがまあ少し難しいというところで、えー、数の多い報告はないというところがあります。で、これまでの研究は、 まあ、イタリアとか多いんですけれども、比較的大規模な施設でですね、あのまあ、10年間とか20年間の間で患者さんを登録したようなデータが多くて、最近の、まあ、リアルワールドにおける失敗性の高い実態評価っていうのは十分ではないというところがありました。まあ、というところで、えー、日本、我が国でですね、激小型神経炎の全国登録研究を行ってで、臨床像を明らかにしようというのが、本研究の、えー、そもそもの、えー、出だしというところになります。 目的ですけれども、そのような大規模のレジストリーを構築して、患者さんの背景疾患予防を記述して、予防と関連する因子について明らかにしましょうということを目的にしています。研究のデザインに入る前に少し今回の患者さんの登録についてお話をさせていただきます。先ほど少しお話した J-ROAD DPC っていう DPC のデータベースがあるんですけれども、 まあ、DPC なので、あの病気、病名っていうのは、まあ、合ってるかどうか分からないというところあるんですけれども、そこで、あの、心筋炎と、まあ、名のついて入院した人が入院している施設にお声掛けをしました。でそこで、えー、まあ、OK ですよと、たくさんの施設に言っていただいて、235の施設の方から、と臨床情報と、あと病理画像をですね、集めるということをやりました。あと、激、え、症、ー、型心筋炎の,の DPC は、 あの、急性期の疾患の治療内容とか薬剤の内容が含まれてますので、DPC の情報も一緒に集めるということをやりまして、でまとめて、えー、ジャパニーズレジストリーオブフルミナントマーカーダイティスということで、四、えっと、つのレジストリーを作りました。と、こちら、あの、全国ですね、本当に、あの、多くの施設の方から、あの、ご協力をいただきまして、本研究のレジストリーが成り立っております。 まめまして、あの、御礼申し上げます。じゃあ、研究デザインと組入れ基準ですけれども、えー、全国の多施設の後ろ向きの方法と研究になっています。2012年から17年の間に、えー、循環器の研修、研修関連施設に入院して、えー、組織学的に診断された劇症型神経炎患者さんを、えー、登録しています。と神経炎の臨床診断としては、 JCS、えーまあ、と ESC のガイドラインにまあ記載してある項目、結構ざっくりとしているんですけれども、まあ、この項目に準じて、あとは他の臨床診断、まあ、MI とかというところがついてないというところを条件にして患者さんをまず組み入れて、でそこからさらに先、え、菌、ー、の組織学的診断が、えー、されている <laughs>、で、ついているという症例を今回は組み入れています。 劇症型神経の定義としましては、急性神経の中でカテコラミを使っているか、もしくはメカニカルサポートを使っているかというところで、えー、劇症型の定義としています。 アウトカムですが、90日までの全死亡もしくは死移植をプライマリナーのアウトカムにしていまして、解析したのは主に3つです。1つ目が組織学的に診断された激症型心筋炎患者さんの背景と入院中の治療について記述をするということをやりました。そこから臨床情報を用いて患者さんの90日予後と関連する因子について解析を行いました。 また先ほどえ追加で少し集めていた病理学的な重症度というのを、あ病人のプレパラの方を見まして、重症度を事前規定して、で、それと予後との関連について解析を行いました。え最後の三つ目の病理学的な重症度というのが少しわかりにくいかなと思うんですけれどもど、こちらですね、あの、ちょっと見慣れない方には馴染みがないかもしれないんですけれども、神経炎の、まあ、激しめの 病理画像になります。ここの H 遺、まあ、染色で、まあ、ピンクっぽく見えているのが真菌。もともと少し形違うんですけどです、真菌でして、で、間に、えー、炎症細胞浸潤があるという像になっています。まあ、この中で、えーまあ、各種類名跡ですけれども、まあ、こういうのがあるとか、あとはもう真菌がクロファージとかに食べられてもなくなっちゃっているような像であるとか、 あと、あの、心筋が途絶してたりとかですね。まあ、こういうのを、病理学的にまあダメージを受けている心筋というふうに定義をしまして、一、まあ、つのまあ病理画像、心、え、筋、ー、政権等で撮った病理画像のうち、まあ、半分以上を、こういうまあ像がですね、占めているというのを重症、それ以外を軽症というふうに定義をしました。で、えー、患者情報を ブラインドした3人の先生方に病理画像を読んでいただいて、判断が分かれた場合はディスカッションで重症度を決定するということをしました。で、まあ、統計解析ですが、まあ、生存解析をして、で、臨床的な背景としましては、まあ、これまでいくつかあの小規模の報告で報告されていたよう関連意思がありましたので、まあ、その辺を大変量、大変量に入れて解析を行いました。 ここから患者の結果になります。患者の組み入れですけれども、そもそもここフローチャートが DPC の最初からちょっと始まっているんですけれども、今回のレジストリーとしましては、この819人というところが実際にご協力いただいた施設からご登録いただいた件数になります。で、そのうちでカルテを見ていただいて、736症例が臨床的に心筋炎であるというふうに診断をされた症例。 でそこからあのさらに、え検、ー、と,とか、あと、冒険とかですね、まあ、そういうもので、えー、真剣だと診断がついた人が344人いらっしゃいました。こちら患者さんの背景ですけれども、年齢の中央値が54歳で、えーとえー、事前のです、ね、症状としましては、発熱が約67%、呼吸器症状が30%ぐらいあって、 LINE 時のバイタルは、就職血圧はまあ100を少し切るかなというようなところでして、NIHA が3度から4度が9割弱の方がそういう状況でした。BNP と NNTPRO はまあほとんどの患者さんで上昇していて、約7割の人が LINE 時に同調,調率でした。LINE 時の LVF は30%が中央値でした。あの こちら、あの、全で、あの、組織診断をされていますので、え、リンパ球性が大体8割ぐらい、え、交球性が15%、ジャイアントセルが5.8%というような結果でした。あと、大体、あの、入院中心筋炎で一部の患者さんには免疫抑制治療されると思うんですけれども、その割合がこのような形になっておりまして、大体、えっと、メカニカルサポートについては、え、IPP が大体7割、え、VA が ウェイトモが約半分の患者さんに入っていたというような結果でした。こちら、あのメインのアウトカムになりますけれども、90日の死亡をメインのアウトカムにしておりますが、大体、先ほど少し最初にお出しさせていただいたスライドとも同じようなプラマイになるんですけれども、90日死亡が大体30%ぐらい。 で一応、急性期を乗り切ったのが、まあ、B のところになるんですけれども、横熟が年単位になっていまして、で大体急性期を乗り切ると、あとはほぼフラットで、えー、推移するかなというような結果でした。これ先生、院内脂肪ってどのくらいですか、えー、院内脂肪もですね、まあ、ほぼほぼ、まあ、3割弱ぐらいですね、まあ。この急性期で亡くなっている方は、まあ、ほぼほぼ院内脂肪の方が多いですね。わ <laughs> かりました。 で、こちらの90日の予防と関連する因子についてですけれども、これまであのいくつかの研究で言われたようなあの、まあ、患者さんの変数ですね、を入れて、入れて、えー、こちらちょっとレビュアからあのステップワイズでやれというふうに後でちょっと言われたんですけれども、単変量でしてみると、まあ、年齢と、あとあのライン時の非同調率と EF が悪くて入院した人。 えー、来日当日に進出性の不整脈を起こしている人。あと、あの、組織学的診断で、えー、巨細胞性の神経の人っていうのが短変量で残りまして、短変量では、と年齢と、えー、度調率かどうかと、と e f i 悪いっていうのと、と VTVF が残りました。で、これまで言われた、えー、組織学的な、まあ、診断ですね、あの、ジャイアントセルの人はよく悪いっていうことよく言われてるかなと思うんですけれども、 こちらはあの大変量にすると残らなかったという結果でした。これ、ノンサイナスリズムは AF と考えていいですか、まあ、?AF の人がまあ多いのは多いですけれども、真、ま、剣、あえー、なので、心出性の不整脈もまあまあいらっしゃいました。<ー>そこも一応まとめてますね。なるほど。LINE、ジャ GVT だった人っていうのはここに入ってるってことですかあ、そうですね。はい、わ、はい、かりました。 あと、えー、最後の病理学的な重症度と組織分類というところですけれども、こちらのリプレゼンタティブなあの病理像を示しています。左の青の四角いところがマイルドの病理像でして、あのパラパラとですね、あの炎症細胞はいるんですけれども、まあ、比較的神経は保たれているというような像で、右側がシビアの像ですけれども、と こちらも炎症細胞ももちろん多いんですけれども、あの、心筋もまあバラバラになっていて、まあ、かなりのですね、数の心筋が元々の形状を保ててないというようなものになります。で、えー、組織医学的分類ごとにですね、えー、その重症の割合を見てみると、リンパ球性ではだいたい4割ぐらい、表示のでは6割ぐらい、ジャイアントセルはまあほとんどの症例が、よ、え、り、ー、学的に言うと重症度というふうに、 優勝で、あるという,ふうに分類されましたでこちら、あの全体でカプラン・マイヤーを書いてみますと、えー、少し有意差は出なかったんですけれども、リンパ球性だけにすると、ですねあの途中から、えー、先浄局性開き始めまして、えー、病理像が悪い、えー、ダメージが多いというような、えー、病理像の人は、横、えー、も悪いというような結果でした。 また、先ほど残った臨床像ですね、あの4つ因子残っていたかと思うんですけれども、そちらであの多変量解析をすると、それでもあのダメージを受けている組織が多い人群というのは、えー、と働く人が高いというところで、病理学的重症度も予防と関連するかもしれないという結果になりました。えー、研究結果のまとめですけれども、 235施設という、まあ、たくさんの施設にです、ね、参加していただいて、でまあ、病理学的に診断された344人の心筋炎患者さん、激症型心筋炎患者さんというのは、まあ、これまでの報告で最大でして、えーまあ、それの結果を用いて、今回の研究を行いましたというところと、あとはあの90日死亡で大体3割ぐらいでした。臨床所見については、これまでの報告と、まあ、あまり 新しいところは実はないんですけれども、これまでの報告と比較的ですね、同じような結果が得られたというところでした。で今回、これまでですね、病理学的な重症度評価っていうのはそもそも存在をしないんですけれども、新たに定義をしまして、その病理学的な重症度評価をするっていうことで、それが用と関連をしているというところが示すことができました。えー、少しだけディスカッションですけれども、 これまでの研究と比較すると、まあ、ちょっとリアルワールドの結果を見ているというところがあるかもしれないんですけれども、比較的、まあ、我が国高齢の神経患者さんというのもパラパラいらっしゃって、一応値にすると、まあ、大体10歳ぐらいですね、他のレジストリより高いというような結果でした。あと、あの、最近神経の診断で MRI とかを用いられているかなと思うんですけれども、激症型神経の場合は、ちょっと撮到が難しいというところがありまして、急性期はやっぱり、 まあ、政権をしないとどうしても診断であるとか、まあ、治療方針が立ちにくいというところがあるかなと思うんですけれども、まあ、実際はですね、あの組織医学的診断というのは大体半分ぐらいにとどまっているという現状がありました。で今回あの病理像と予後との関連も少し出すことができたので、えーまあ、政権をですね、まあ、進めていくような一つの後押しにもなるかなというふうに考えています。 え、リミテーションですけれども、まあ、他国とですね、臨床像とか治療法が異なる可能性が、ま、もちろんありますというところと、あとちょっと今回、激症型にフォーカスした関係で、非劇症型の神経との比較が不十分ですと。ここは、あの、既存の研究である程度明らかになっているところもあるので、ま、合わせて考えるのがいいかなというふうに思っています。あと、あの、他の国では、あの、やってる国も多いんですけれども、日本ではウイルス PCR の原因検索っていうのがほとんどされていない というところは結構レビューアーにも突っ込まれたところでして、まあ、あの、まあまあ、ほぼほぼの症例でも PCR はやってないという結果で、えーまあ、そ,のそのウイルス PCR の結果に基づいた治療の方針であるとか、そういうことがあの述べられなかったというところはリミテーションになりますで。まとめですけれども、我が国において、心筋炎患者さんの世界最大の多施設登録研究を行いました。でその結果、えー、患者像予後と 臨床病理学的な要因関連意思について明らかにすることができました。以上です。はい、ありがとうございました。えー、っと、今日は金岡先生からですね、まあ、国立循環器病センター主導ということでいいんですかね。も、えー、ともとはですね、はい、これ、奈良医大で始めた、はい、僕があの陰性の時にやりませんかということで、立ち上げた研究でして、はば、い、らしい。はい あの非常に多くの施設と、それからまあ先生おっしゃってたように、これ、心筋炎、特にまあ劇症型の心筋炎だけに絞って344例って、ものすごい多い数だと思いますし、現代のまあ治療を受けているまあこういった患者さんのまあ予防を明らかにする。 まあ組織分類まで、えーまあ、その予後,と予,後にかん予後との関係性についても明らかにされた、非常に価値のある論文かなというふうに思いますけれども、先生、まず初めにですね、その診断についてなんですけれども、これ、DPC の上の激症型の心筋炎というところで、えーまあ、なんていうか、インクルードしているということになりますあそうですね、あの始まりは DPC でこう患者さんを引っ張ってきたという形にはなります。うん がえっと、この819から736に行くところで、あの臨床先生にカルテ、再度見ていただいて、うん、他の疾患の診断がついてるとか、診断に合わないであるとか、あとちょっと一部いらっしゃるんですけれども、うん、まあだいぶ前からですねあの前屈症状というか、症状があった人みたいなのは慢性心筋炎とか、心、ま、筋、あ、症みたいなのが疑われるということで、うん、そういう人は外したりとかいうことをしてます。なるほど CAG、感動脈造影って皆さんされてるんですかね、大体。あ、CAG ですね。この人かな。一応、まああの、今回は、えっと、政権なりをした人っていうのがあの分母になってますので、ほぼほ法の人が CAG をされてまして、うん、一応50%以上の共作っていうことで取ると、まあ、3.5%ぐらいの人が共作、うん、らしきものはあったと。 いうところにな,りますなるほど。そうすると、まあ今回のか、今回の患者さんに関しては、まあ、前例バイオプシーまでやられてるということだったと思いますけれども、これ、そ,のそもそも診断って一般的な話でその、急性の心筋炎の診断というか定義ってどうすればいいですか、えっと、とても難しいところで、はい、結局は生検、はい、をするか、うんもしくは最近だと MRI。 の、えーまあ、結果を用いて診断するっていうことは一応スタンダードになってます。で、日順とかから一応、えー、臨床的な、まあ、診断基準とまではいかないんですけれども、こういう人が疑わしいみたいな基準はあるんですけれども、かなりざっくりしたものになっているので、ああでね、例えば心不全の増悪とか、えまが孕んだ心不全とかそういうのでも満たしちゃいそうな基準になっているので、うん、結局はあの、まあ、とてもこれもリビュアーに言われたことなんですけれども、もう ちゃんと診断がついている人だけにしなさいと、政権して <laughs>、病理学的に証明されている人だけについてディスカッションした方がいいというようなアドバイスも受けました。<laughs> まあただ、今回はなので、すべて病理学的な所見があって、この診断は、まあ、あの間違いないというような理解でいいですね。あそうですね。わ <laughs> かりました。これ、先生そ、そしてですね、フルミナントマイオカルダイティスの定義っていうのが、 あの僕らなんかも見るとですね、かなりその研究によってばらついていると思うんですけど、今回先生方の定義でカテゴリ面もしくは機械的サポートということでいいんですかね。そのれの定義に,にされた理由は何かありますか一応あの、日本ではメカニカルサポートのみで劇場を語って判断して指している。 研究は比較的あるような印象なんですけれども、あ,はははあの、ESC のガイドラインとかを見ますと、カテコラミンサポート以上で、うん、あの、うん、劇症型っていうふうに、これまでの論文でも一応そう定義をされているものが比較的メジャージャーナルでは多くて、うん、で、あの、先ほど少しご紹介したようなガイドラインみたいなものでも、あの、そういうふうに書かれているものがあるので、一応今回はそれを採用したというような形です。なるほど。 あの遠いはいえですね、すべての人が2波の分類の3、4じゃなかったっていうことについては、どうやってご説明されますかねあそうですねあの、どうしても後ろ向きになっちゃうので、うん、まあちょっとだけカテコラミンちょろっと流そうかとか、はい、念のためにバルパン入れようかみたいな症例 <laughs> もないことはないかなと思うんです。あともう1つは <laughs>、ね、来てからですね結構、動では破綻するっていう人も、はいまあ、データを見てると結構、 いらっしゃって、まあ、歩いてきたんだけども、結局、VAF まで乗ってるみたいなもいらっしゃるような印象ではありました比較的、その症状が早めに強く出て、えー、悪くなる前に来たんだけれども、入院してから悪くなっちゃったということですね。はい、なるほど。じゃあ、入院中にカテゴラミンかもしくは機械的なサポートをした人ということで、定義されているということですねあ。そうですね、今回は2週間以内に、まあ、そのような処置を受けているというのをインクルージョンとしています。 よくわかりました。あのー、ですね、そのリンパ急性の、まあ、病理像が一番悪かったということですけれども、この中、その意義についてご説明いただいていいですか <laughs> えっと、えー、実際にこうメカニズムとかそういうものまではかなりわからないところが多いことではあるんですけれども、はい、えっと、まあ、これ、考察にきを。 出ないところはあるんですけれど、はい、やはりあの炎症細胞心耳がひどくって心筋がやられている人はやっぱり、うん、EF も悪いですしこれカプランマエと、まあ、一応推測化されますしカプランマエを見ていただくと大体あの30日ぐらいからこれ開き始めてるんですよね。の とってまあ、大部分はこうヒールするというかあの元に新機能が戻ることが知られてるかなと思うんですけど、はい、やっぱりまあ元に戻らない人っていうのもいらっしゃって <laughs> まあそういう人たちがもしかしたらこういう人の中にいるのかもしれないなというようなまあスペキュレーションもなるほどあのこれって定量的なその病理学的な、あのー、比較っていうのはできますかあそれは結構 難しいというのが、あの数の数えたりっていうのも、どれがこう、あのこうひどいやつで、どれがひどくないやつみたいなのを定量化するっていうのは、もうかなり難しくって、まあ、今回はもう半定量ですね。なるほど。という形で、まあ、半分以上かそれ以下か,かということで分けました。先生、その新機能の回復っていうことにも言及されてましたけれども、 えー、どういった方がです、ねまあ、一体悪くなったら LVEF が回復するとかっていうような解析をされてたりとか、これまでの知見で何か分かっていることってありますか、えっと、神経全体でいうと、やっぱり激症型になった人の方が EF の戻りが悪い人が多いっていうのは、うんはい、これまでの研究で。 言われていいるとところかなと思います、はい、あとあ、追加のちょっと細かい解析については、ちょっと今、論文投稿中でして、あなるほどそちらの方でまた通ればというところでお願いします。またなんか僕らもちょっとあの、もう全然規模の小さいあのデータでベースで見るとですね、QRS 幅が えー、入院時に、まあ、長い人っていうのがすごく LVF が戻りにくくて、予後も悪かったっていうような感じがあって、まあ、おそらくあの、コークからの前の論文にもそういった同じような所見があったと思うんですけど、そこについては何かコメントございますかそうですねやっぱりりがよりあの ま、新機能が落ちているというか、あのー、まあ、ワイルド、ワイ,ワイルド QRS であるってことは、まあ、多分ですね、全体にこう、ダメージがいっているっていう、よりひどくダメージがいっているっていうことかなと思うんですけれども、まあ、そういうのをサポートするような、まあ、そういう保険物伝リりっていうのは、これまでも、おそらくいくつかあったかと思いますので、そういうことは多分、あのー、まあ、新機能が戻りにくいっていうこと,と関連しているのかなとは思います。すみません。 えっとそれでですね、えー、まあ介入方法なんですけれども、えー、っと基本的にはその血行動態のサポートをするということと、まあ、ステロイドを使う、使わないって何かこの基準っていうのってありますかと一般的にはその免疫抑制剤の使用は、尿、え、じ、ーうんの、えー、フィリック、抗酸球性の心筋炎、まあ、もしくは IVIG は巨、えー、細胞性にということで言われているかなと思います。で リアルワールドを見ると、まあ、実際結構リンパ球性にもステロイド治療行かれてるみたいなんですけれども、まあ、そこがいいか悪いかっていうのは、えっと、いくつか今あの、有名どころでも比較的大きめの RCT が走ってたりもするので、まあ、そういう結果待ちかなというふうには思ってます。うん、分かりました。 えっとまあ、先生方のこのご発表で、ですね、えー、組織学的分類の,でにの違いによるまあ予後の差っていうのがまああの初めて示されたと思うんですけど、まあ、それによってその介入今後の介入方法に影響するっていう可能性はどうですかねと今の時点では、まあ、患者さんにちょっとこういう病理像だったから、少し厳しいかもしれないねとか。 そういう情報提供までにとどまるかなと思っていて、えー、治療方針については、まあその組織型とかあとあのウイルスとかによって治療法も今後ちょっと考えていこうみたいな流れが、えー、あるかなと思いますので、まあそういうところがもう少し進めばいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。吉田先生どうでしょう。貴重なあのご報告ありがとうございます。 大学のの吉田と申しますあの私も先ほど十条先生お話しされたように、その心筋炎少しやらせていただいていて、やっぱり急性心筋炎だけでも10年くらいで N80 ぐらいしか集まらなくて、この N 数はやっぱり劇場型だけでこの N 数っていうのはすごいなというふうに思いながら、かつ組織全て分かっているっていうのはすごいなと思って聞かせていただきました。あと一つあの90日の 今回、予語90日の死亡と新移食っていうところだったんですけど、90日以内に移植まで行くことってできたんですかね<あ>っていうところがちょっと一つとい、はいえっと。実際はもうほとんどいらっしゃらないというのが現状です。うん、もう数例もいないぐらいのイメージで思っていただいたらよいかと思います。逆に私たち、結構、バドを入れた人とか、院内。 まあ、死亡としてバドっていうのも入れたりしたんですけどバドに行った症例とかも結構いはいらっしゃるんですかあバドは大体、えっと、78%ぐらいですねこの患者さん群では。あまあ、結構いらっしゃる、はい、やっぱり私先生ちょっとさっきちらっと話題に出てたんですけど真剣で一番気になってるのがやっぱり EF のリカバリーっていうところを気になっていて本当はもともとそれを見たくて始めて。 やったりしてたんですけれども、あのやっぱこの急性期乗り切る人たちっていうのは EF の改善が、まあ、後々もしかして出るかもしれないのであまり言えないかもしれないんですけど、やっぱりいい人たちの方が乗り切れるっていう印象ありますか、回復率っていうか。それはその通りだと思いますね。やっぱりいい人の方が、えー、新機能も戻,戻っている人が多いですし、まあ、そういう人。 大体どれくらいその戻るっていうとかっていうのはあります。だからそのどれくらいっていうか何パーセントの割合ぐらいです。正常化するとか、大体何日ぐらい見とけば EF の戻りかどうかがこう判断できるっていうのとかってどうだったのかなっていうあ。ありがとうございます。これもちょっととこ中なんですけども、あのすいません。 なんか患者さんによって結構違って、退院時には戻ってないんだけども、1年見ると戻っている人とかもいらっしゃいますし、うん、まあでも、総じて見ると、やっぱり退院までに戻ってないと、まあ、1年とかで見ても戻りが悪いということが多いかなと思います別になんか1週間、2週間とかじゃなく、割りかし長いスパンで見ていってもいいかなっていうところがあるっていう感じですかね。あ典型的にはその週したらまあ戻っ では来るかな劇場型でも戻ってくるかなという印象は多分あるかなと思います。うん、今回ちょっと、えっと、その間でですね1週間ごととかでデータをちょっと取ってなくてですね、うんうん、分からないところになるんですけれども、はい、っていうところです。分かりました。またあの報告楽しみにしています。ありがとうございます、うん。はい、ありがとうございました。あの、他に何かありますか 大丈夫かよろししいいですかどどうううぞどうぞい貴重な報告ありがとうございました、あのー、今回、組織学的な重症度がよと関連したということなんですけども、やっぱりその心筋が受けるダメージを考えると、心筋政形の時期っていうのは結構重要なんじゃないかなっていうのが一点で、まあ、今回、どれぐらいの時期、入院からどれぐらいの時期で心筋政形が平均で行われてたかっていうところと、 あとまあステロイドの使用によってその組織学的な重症度がモディファイされちゃうという可能性はないのかなというところをお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。ありがとうございます。こちらもすごく大事なあの質問かなと思いまして、えっと、結構新規政権された時期っていうのは、まあ、バラバラではあります。でもまあほとんどの症例で、おそらく政権した日の中央値が来院、えっと、の翌日ぐらいだったかと。 記憶をしてますので、まあ、大体の症例では、まあ、来てすぐに成形をしているというような結果でした。で、今回の解析に用いたのは、旧、まあ、世紀の像を見てその後の予後を判断した方がいいかなということで、まあ、来てから1週間以内に成形した人のデータを用いて、で、えーまあ、その後の予後がどうかっていうのを見たというようなデザインをしてまして、なので、ア、まあ、ステロイドとか、 入っている方は多少はいらっしゃるんですけれども完全にそれからまあ治った状態を見ている組織像ではないという理解をしていますありがとうございますはい他どうでしょう大丈夫ですか山本先生あの,あの素晴らしい発表ありがとうございましたあの IABP が入ってる患者さんが、ん8割ぐらいしかいなかった気がするんですけど、劇症型心筋炎ってその、なんかまあ前症例 IABP ぐらいだったら入れるのかなという印象だったんですけど、その2割の方って、どういった方だったんでしょうか、えっと、大外は、あの手術剤であの,のみの方ですね、かなと思います。 ごく一部、その VA 駒だけ入れてるみたいな人もいらっしゃったようには記憶してます。で今回、ちょっとその診断基準が、まあ、いくつかあるっていうのがまだ現状のところで、まあ、カテコラミン以上を劇症型と定義した関係で、えー、カテコラミンのみの人も研究に組み入れられているという形になります。<laughs> ありがとうございます。はい、柴先生。あ渡辺先生、どうぞ。はい、ありがとうございます。 あのちょっと本題からは少しずれるかもしれないんですけども、あの心筋炎における心機能低下で、それがまた戻ってくるっていうことで、その心機能低下のこの主因って、えー、どういった基準が、えー、あるのかっていうのは、おしゃれでしたら教えていただけますでしょうか。あの炎症そのもの、炎症細胞が入ってしまえば、もちろんそのせいだっていうのはなんとなくわかるんですけど、まあ、リカバリーするっていうところも含めて。 あ,ありがとうございます。リカバリーのところは多分、実際分かってないことの方が多いんじゃないかなというふうに思います。と組織を見てても、こんなに心筋がいなくなっているのに、新機能が戻っている人がいるみたいなことが結構ありまして、まあ、それはちょっとかなり不思議ですね。なんで、ここが繊維 おそらく、繊維化とかで残っていく部分もあるかなと思うんですけれども、なんで元の EF まで戻れるのかっていうのが、繊維化とかがありつつ、えー、と残りの心金でそれを補っているのを見ているのかっていうのが、まあ、これまでの研究でやはり明らかになっていないところではあるかなと思います。ちょっとお答えになってなくて、すいません。いや、でも確かにそうですね。非常に興味深い。 はいありがとうございました。そしたら先生、最後にですね、ま、あの最近、えー、COVID のワクチンの後もしくは COVID の感染その後にですね心筋になったりする方っていうのはいらっしゃると思うんですが、これの病理像ってどんな感じか、何かご存知ですか。あこれもうんと、ケースレポートレベルでは多分何本か見たことはあるかなと思うんですけれども、うん、比較的、あの ワクチンの場合は軽症で済むことが多いので、激症がわたまで至るのは、数としては結構少ないという認識を私はしています。なるほどえ病理像がちょっとどうかというのは、まとまった報告、多分ちょっと僕の知る範囲ではないかなと思うので、またこれも今後のちょっと報告を待ちたいなというところかと思います。そうすると、まあ、スペキュレーションですが、病理像で考えると、リンパ球がバーっとたくさん浸透しちゃってるって感じではなさそうっていう理解でよさそうですかね。 ああどちらかというと、免疫機上で起こっているというのがメインになるかなと思うので、そうですね、はい、まあケースレポートを見ると、リンパ球とか寄ってきてるっていうのも、まあ、あるのはあるんですけど、うん、そのリンパ球の種類が違うのか、どちらかというとその、既成免疫というかです、ね、そちらの方がまが効いているのかみたいなことはまあ検討していく必要があるかなと思います。 いや非常に面白いですね。はいということで、今日は国立循環器病センターの金岡幸四郎先生にお越しいただいて、ですね非常に貴重な日本からのサーキュレーションの報告で、激症型心筋炎の患者さんの、えー、臨床像とそれから病理像,像とその予防の関係について、えー、勉強させていただきました、えー。金岡先生、ありがとうございました。えー、ありがとうございました。えーえー、なりましたということで今日もコロナに気をつけていってらっしゃい